久山町の片緑遺跡で開かれた見学会では、出土した土鈴のほか、発掘の様子を紹介する写真などが展示されました。見つかった土鈴は5世紀中頃の古墳時代中期に作られたとみられ、直径は 5.5 センチのほぼ完全な形で、鈴口と呼ばれる割れ目がなく、完全に閉じられています。カチカチでもないですけども、すごいやっぱ神秘を感じますね。なんか空洞を作らなくて、あの細工をしたってのはすごい技術だなと。土鈴が出土した溝からは、去年9月からの調査で、他にも穴が開いた石の玉の薄玉や植物の種なども見つかっていて、古代の祭祀に関係すると見られています。さらに古墳時代の縦穴建物では、今週船をかたどった土の製品が新たに出土しています。